今回はこちらのお二人の投手にお話を聞いていきます。そしてイベントに出演されていました3人組アイドルユニットまなみのりささんにもお話を伺いました。そして女子プロ野球試合後はこのようなイベントをやっていましたのでこちらも紹介いたします。今回はですね、埼玉ストライヤピッチャーの鶴選手と泉選手に来てもらいました。お願いします。お願いします。はい、本日はですね、お二人ピッチャーということで、はい、変化球ちょっとお聞きしたいんですけども、得意な変化球ありますか？はい、私はチェンジアップです。チェンジアップ、どんな感じで持ちますか？ちなみに本当にオーソドックスな OK で持ってます。でも人差し指に縫い目かける感じ で、はい、であと親指添えて小指から離すイメージです。小指から離す、小指が一番最後に離れましたね。こうなる。あ、手小指、手これで大丈夫です。 OK って言って同じ左利きですもんね。そうですね。え、普段教え合ったりとかするんですか？たまに聞きます。たまに聞きます。逆に聞いたりしないです。下なんですけど。何個ぐらい下なんですか？5個下。だいぶお姉さんじゃないですか？だいぶコントロールいいんで。あ、コントロールいいっすよね。で、選手はすごいです。何がすごいですか？こっからのまっすぐがすごい。あ、角度がある。あの、対戦したことあるんですけど、はいはい、もう上からすぎてやばい、こうなっちゃった。確かにそうっすよね。なんか見たことあるな。しかもだいぶ高い使ってるんで、さらに大きくなっちゃった。上からもうバーンって。確かに、え、持ち味ですかね。そうですね。身長いくつですか？173です。173。10センチ違います。163。162です。162か。ちょっと持ったね。ちょっと持ったね。持ったよね、今ね。何を食べてこんな大きくなるのか。何を聞きたいですね、それ。そうですよ。多分ずっと寝てました。寝てました。あ、寝る子は育つ。俺も寝てたんで。ですよね。俺も寝てました。ちなみに変化球はありますか？変化球、私スライダーが今。スライダー、マジっすか？めっちゃ曲がる。キレがいい。落ちる。落ちる。がめちゃくちゃあって。あ、で、日によって落ちる時と落ちない時がある。曲がるっていうのはないですか？曲がる時と落ちる時があります。あ、なるほどなるほど。どんな感じで持たれてますか？そんな感じで持ってます。感じで。面白い。はい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 。中指だけを。中指だけですか？はい。あ、中指離すですか？はい。で、普通にまっすぐと一緒で離す感じで。あ、で、落ちるみたいな。落ちる感じ。それでだから、落ちる時と曲がる時の流れがすごい。あ、そうなんですね。まっすぐも速いじゃないですか？速いですよね。まっすぐとスライダーのコンビ結構いいんじゃないですか？めっちゃいいと思うんです。左バッターだったんで、打ちにくいです。打ちにくいです、絶対ね。ふーってなったらもう打てない。そうですよね。一瞬ひるんだらもうダメですよね。私も左、ふーってなっちゃったらもうアウトコースとか打てなくなっちゃったりして。ですよね。こうなります。こう。やっぱなります。はい、というわけで、今回はこのお二人に変化球をお聞きしました。はいはい、はい、今後の活躍応援しております。ありがとうございます。頑張ってください。どうもありがとうございました。トスは得意ですか？得意です。得意ですか？1、2、3。あ、惜しい。よいしょ。1、2、3。おお、あと3。1、2、3。トスのクオリティですかね。はい。あ、せーの、フレッ。あ、入った。打つまで帰れませんです、これ。打つまで帰れませんので、はい、帰れです。せーの、はい。オッケーオッケーオッケー。せーの、はい。あ、入った。せーの、えい。お、まなみです。のりです。りさです。まなみのりさです。あの、私たちは広島と東京の2拠点で活動している広島出身のアイドルグループなんですけど、今年でデビュー12周年を迎えました。12周年にして初めて貴重な体験をたくさんさせてもらった。一日届かなかったけどでした。楽しかったですね。今日は歌を歌わせていただいて、ユースケとウグイス嬢をさせてもらいました。もう裏ではハラハラしてました。あ、本当ですか？またでも。そうですか。はい、ぜひとまた出演していただきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。終了。番外編。1、2、3。わー、楽しい。楽しいですね、やっぱ。
はい、ありがとうございました。女子プロ野球2019秋季リーグ全33試合関東で開催、日程はご覧の通りとなります。皆さんで女子プロ野球を応援しましょう。詳細は動画概要欄の女子プロ野球ホームページにてチェックの方をよろしくお願いいたします。そして次の告知、こちらのサイン色紙を3枚いただきました。3名様にプレゼントしたいと思います。応募条件はですね、共演 TV のチャンネル登録、そして熱い熱いサインが欲しいコメントをぜひともよろしくお願いいたします。当選者にお名前を聞きまして、須崎選手ここに当選者のお名前を書いていただきます。大丈夫ですか、はい、いいですか、はい、ぜひともよろしくお願いします。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後、動画でやってほしいことがあれば、コメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てねー。